チャールズ・イ・カウマンは、アメリカ人の宣教師。妻の、レテービー・イーカウマン、友人のアーネスト・エキルボン、中田・シゲハルラと共に、ホーリネス教会を建て上げた。1867年3月13日、イリノイ州討論の近くの農場で、父・ディビッドと、母・メリーの間に生まれた。1880年にト・リリアンの死をきっかけに、改心する。 1882年、電信技師の事務員と親しくなり、上級学校を辞めて、電信技師になる。1884年に、鉄道派遣員の地位を得た。1885年、シカゴの鉄道事務所に、重要な地位につく。1889年6月8日レテと、結婚して、最初の家庭を、ロッキー山脈の中原に設けた。しかし、 妻のレテーが健康を害して命の危険にさらされたが熱心に祈り回復した。その後、夫妻はシカゴに転居してチャールズは10年間でん電信事務所に勤めた。シカゴでグランドオペラを愛好して1891年までは社交界に身を投じていた。1893年クリスマス前に二人は教会の子供の集会に誘われた。 オペラ歌手から改心した講師の二人の歌を聴いた。レテーは神に献身することを誓った。夫のチャールスも誘ったが、電信事務所の生活でクリスチャンを続けることは不可能だと言った。しかし、妻の祈りの結果一ヶ月後に改心した。改心後、レテーはグレースメソジストエピスコパル教会の会員になった。 教会のリバイバル集会にチャールズは、レテーに誘われたが、チャールズは拒否した。その時、チャールズは妻を失ったような孤独感を覚えた。アパートに帰り、椅子にひざまずき、神に告白して改心した。改心後チャールズは、魂の責任を感じ始めて、個人伝道を始めた。そして、仕事が終わってから熱心に聖書を研究するように、 なった。6ヶ月の間に75人を信仰に導いた。その時に、アーネスト・キルボルンを救いに導いた。電信のキーを叩いて、遠方の電動技師にも電動をした。それが、電信技師宣教団になり、やがて東洋宣教の基礎となった。会心の数ヶ月後には、牧師と間違えられて、小地獄と呼ばれた場所で、公の説教をするようになり、 多くの人を会心に導いた。1897年、ムーディ聖書学院に留学中の中田茂春に出会う。その後、中田の伝道のために援助をする。1900年8月11日日本の宣教師になるように証明されたという確信を持つ。妻も、その6週間前に同様の確信を持った。1901年2月21日妻と来日して、 中田茂春と共に中央福音伝道館を設立する。1912年、キルボンと共にソウルに聖書学院を設立する。1905年、中田茂春と共に東洋選挙会を設立した。キルボンと共にアメリカとの交渉と会計を受け持った。1908年東洋選挙会が役員制度を設けて、 カウマンは会計の責任を持った。1911年聖教団事件で中田と、決裂するが、すぐに和解する。1917年健康を害して、アメリカに帰国、オムズの本部をロサンゼルスに移す。1924年9月24日、心臓疾患のため休養していた、ロサンゼルスの自宅で死去。 米田ダ著中田重春六69ページから78ページ、山森哲直、日本の教会成長163ページ、米田ダ著中田重春百347ページ。ありがとうございます。